新八代駅。新八代駅は、熊本県八代市上日置町にある、九州旅客鉄道 JR 九州の駅である。九州新幹線、鹿児島ルートと在来線の鹿児島本線の二路線が乗り入れており、在来線と新幹線の併設駅となっている。八代市内に新幹線駅を作るにあたって、当初は八代駅に、 新幹線駅を併設する予定だったが、代わりに、鹿児島本線、仙町駅、八代駅間に新たに設置したのが東駅である。なお、旅客列車については共に、八代駅を起点とする JR 九州必殺線と、必殺オレンジ鉄道線の列車も一部が東駅、または東駅北まで乗り入れている。九州新幹線、鹿児島ルートは、 部分開業時点では当駅が終点となっており、新幹線ホームでは新幹線、つばめと在来線特急、リレーつばめの対面接続がわずか3分で行われて、いたが2011年3月12日の全線、開業に伴い途中駅となったため、対面接続は廃止された。新幹線は朝、夕方に運行される、鹿児島中央駅発着のつばめと桜が、 毎時1から2本停車する。また、桜のうち新大阪駅発着の列車も朝夕を中心に1日に8.5往復停車している。なお、当駅に停車する桜は、熊本駅鹿児島中央駅間は、各駅停車となる列車のみで、同区間を速達運転する列車は当駅には停車しない。在来線は全旅客列車が停車する。 ただし、2019年3月改正まで必殺、オレンジ鉄道線から乗り入れていた、快速、スーパーオレンジは、鹿児島ルートが当駅起点だった頃から通過しており、この時期は、新幹線列車を含むすべての優等列車が停車するが、非優等列車の一部が通過するという珍しい、駅であった。宮崎自動車道、九州自動車道及び、九州新幹線の開通により、 当駅で新幹線と高速バスを乗り継ぐのが、福岡、宮崎間の陸上公共交通機関での最速ルートとなったため、その連接点としての機能も持っている。新幹線、在来線ともに同一事業者でありながら、それぞれ別個の駅舎が設置され、近接しているものの両線の乗り換え改札口は設置されていない。新幹線駅は直営駅で、 緑の窓口及び自動券売機、自動改札機が設置されている。ホームは相対式ホーム2面2線を有する高架駅である。在来線駅は JR 九州サービスサポートによる業務委託駅であり、相対式ホーム2面2線を有する地上駅で、京上駅舎を備える。鹿児島方、博多方ともに渡り線があるほか、 博多方には必殺オレンジ鉄道から乗り入れる車両のための折り返し用の留置線、引上げ線がある。また、必殺線、朝の当駅止まり折り返し回送列車1本、オレンジ鉄道の一部の列車、昼1本、夜2本の普通列車、泉行きと夜の当駅止まりの、オレンジ食堂折り返し回送列車1本は、上り熊本方面ホームから、鹿児島方の渡り線を使用してそのまま、 鹿児島方面を折り返す。2012年12月1日より IC カード、守護下の共用を開始しており IC カード専用簡易改札機を設置している。自動券売機も設置されている。在来線ホームの高さは電車用となっているが、被殺線からの乗り入れ列車は機動車であるため通常とは逆にホームよりも列車の上行口、ステップの方が低くなる。そのため、 乗降客に注意を促す看板が、校内に設けられている。駅情報一覧より、九州新幹線の部分開業当時、新幹線は当駅の南側で上下線が合流し、すべての列車が12番乗り場、全線開業の際もナンバリングは変更されていないに、入線、特急、リレー、つばめは、現在保守線となっている12番乗り場の向かい側の乗り場を使用して、 前述の対面接続を行っていた。この関係で当時は新水生駅方に上下線を合流、分岐させるための Y 字型分岐が設置されていた。2011年3月12日の九州新幹線全線開業により、起定駅だった当駅は九州新幹線の途中駅となるため、新たに上り、本線として現在の11番乗り場の使用を開始。 全ての列車が発着していた当駅にも通過列車が設定されることとなった。現在の11番乗り場は全線開業前まで営業列車は使用しておらず、新水俣駅法では線路もつながっていなかった。このため新たに11番乗り場へ続く分岐が前述の Y 字型分岐器に追加される形で設置れた。しかし新幹線と リレーつばめの対面接続は前線開業の前日、最終列車まで行われていたため改修工事などは行われず、Y 字型分岐器の移行が残ったまま前線開業を迎えた。これにより、前線開業直後は通過列車においても速度制限が行われ、前線開業前の Y 字型分岐器を通過する制限速度まで速度を落として、当駅を通過していた。その後、 不要となったこれらの分岐は2011年中にすべて撤去され、通過列車の速度制限が解除された。2012年3月17日のダイヤ改正より、速度制限解除に伴うダイヤの補正が行われ、通過列車の高速通過を開始した。これによって、当駅を通過する列車の所要時間がおよそ2分、短縮された。12番乗り場の博多方右手には、 引き上げ線の構造物から分岐する形で、鹿児島本線へのアプローチ線が建設されており、12番乗り場の反対のホームに入線できる構造になっている。これは、かつて当駅博多駅間が開業していなかった頃、リレーツバメが前日のアプローチ線を介して入線し、当時のツバメと対面方式で接続を取っていた。この当時、 アプローチ線から入線できるホームは11番乗り場とされていた。構造物そのものは伏線規格で建設されているが、上り線部分にはかつて新幹線下り本線から分岐する形で、標準機の線路が下り線相当部分には、鹿児島本線上り線に接続する凶気の線路が付設されてた経緯があり、現在は撤去されているアプローチ線としては単線である。 このアプローチ船は、91番乗り場に入った先に引き上船2船を持っていた。九州新幹線工事士によると、この設備は、補船用に建設したものを、部分開業時に、暫定的に営業用として使用していたもので、博多から新八代間が開業した後は、予定通り補船専用となっている。従って、このアプローチ船も、補船基地から先は、 新幹線特例法の対象となる。リレーつばめが発着していた91番乗り場を降りたい線とし、上り線にも退避線を新設して、島式にメイン4線に改装する計画がある。九州新幹線西九州ルートで導入予定のフリーゲージトレインの走行試験のため、新幹線線路と在来線の線路の間で、機関変更を行う、機関変換装置が設置される予定である。 このアプローチ線、在来線対面接続ホームは前日の理由のため、もっぱら、リレーツバメ号に充当された787系が入線していたが、九州新幹線部分開業の際の試乗会の際、試乗会アクセス列車として、近郊系電車の811系と813系が連結して入線している実績がある。主な駅弁は、下記の通り、 一日平均乗車人員及び乗降人員の推移は下記の通り。駅周辺はほとんどが田畑であるが、八代駅側は八代市の郊外住宅地であるため住宅がある。また、東へ約 2km の地点には九州自動車道八代インターチェンジがある。特急列車等の有料列車については各列車記事を参照のこと。臨時快速。 オレンジ食堂の隣の停車駅は列車記事を参照のこと。土休日のみ運転。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。